上野高久は、東京都足立区出身の元プロ野球選手、元社会人野球選手。左投げ左だ。読売ジャイアンツに所属していた。実定は千葉ロッテマリーンズに所属していた、上野大輝。中学時代は、地元の軟式野球チームブラックキラーズに所属していた。帝京高時代は控え投手だったが、進学した東洋大学の野球部では1年生春から。 主戦投手になる。東都大学リーグ通算75試合登板し14勝28敗、防御率3.43、228奪三振。大学卒業後の2005年は、NTT 東日本に入社、同社公式野球部に所属。2006年の都市対抗では、予選で3勝、本戦で1勝を挙げた。同年の大学生。 社会人ドラフト会議で読売ジャイアンツから3巡目、指名を受け入団。2007年の春季キャンプで、希望枠の近人・健人、大こそ4巡目の津村屋秀とし、同じく6巡目の寺内隆之と共に、球団としては4年ぶりのキャンプでの新人1、軍スタートとなった。しかし、3年間1軍当板なしに終わる。2010年シーズンは、2軍で40試合に当板し、 4勝1セーブ、防御率1.30という成績を残したことからあり、商用と入れ替わりという形で9月7日に初めて1軍登録され、同月9日に対横浜 DNA ベイスターズ戦でプロ初登板した。2011年は2軍で防御率4.41に終わり、結局1軍登板はなく、11月15日に球団から戦力外通告を受けた。 2012年、プロ入り前に所属した NTT 東日本に6年ぶりに復帰したが、この年限りで現役を引退した。今後は、同社で車両に就く。最速時速 144km のストレートに、スライダーシュートを加え左右に揺さぶる投球が持ち味。両、サイド低めに集められる、制球力も、武器としている。ありがとうございます。